1分でわかるマイナー武将シリーズ。今回紹介するのは樋口政兼だ。誰？樋口政兼は蜂起の国日野郡黒田村の将や、樋口貞勇家の出海家村出身とも、であり、羽柴秀吉の中国征伐の頃に秀吉に仕えたとみられる。1578年10月22日に秀吉から播磨に百石を与えられた。翌年2月からは秀吉の弟、秀長に仕えて三木城攻めに加わり、敵の大将別所長春の弟、別所春貞を討ち取ったとも言われている。この功を称され秀長よりさらに百石を与えられた。1583年8月16日には、近江の国の神崎、蒲生、安に17,000石の領地を得た。また慶長年間には淡路の神の官位を賜った。1600年の関ヶ原合戦では西軍に組みしたため改易。その後流浪の生活を送り、1614年の大阪冬の陣では豊臣秀頼の元に参戦し、江田ヶ崎砦を薄田兼助と共に守り、蜂須賀義重の水軍を迎え撃つも敗戦。夏の陣で大阪城が落城した後、堀尾忠春を頼り1619年に没した。